待っててね。腹減ったな。帰ったらすぐ作ってあげるわよ。またカレーライスだろ。当たり。どうしたの？俺よ、ウェイトレスなんかやめちまえよ。俺だってあんな暮らす生活はもうたくさんだよ。地下駐車場の仕事なんて僕らと同じじゃねえ。でもこの不景気だもん、仕事があるだけでありがたいと思わなくっちゃ。おう、何か食っていこうよ。ダメダメ、二人でスナック出すまでは絶対にダメ。だから甘いってんだよ。俺たちがね、いくら頑張ったって一生店なんて持てやしないよ。俺はこんな惨めな生活とはおさらばしたいんだよ。カリオ、俺と外国へ行かねえか。外国へ。またしんちゃんのホラーが始まった。嘘じゃねえよ。俺はな、ちゃんとタダで外国へ行けるルート知ってんだぜ。おいちい話には気をつけた方がいいんだよ。はぁ、全然分かっちゃねえんだな。何？どうしたんだよ。なんでもない。よし、今夜は食うぞ。